戻りました。あれ、おーい、あ、ちょっと遅いわ。うわ、ずれとる。ずれとる。え、どうですか？どうですか？どうですか？止まる。戻りましたか。あいうえお。気がするけど。じゃあ今から私が出す手が何なのかすぐコメントしてください。せーの。お、あれ、あ、早いですね。よかった。あ、戻ったわ。じゃあせーの。あ、早い早い早い。戻った戻った。あ、よかった。せーの。戻った戻った。よし。いやー、ほんとどうなることかと思いました。いや、ほんとにもうなんか世界がさっきなんか時空がさ、すごかったんだけど。熱持ってそうだね。なんか私がいちごが200円でしたって言った時に誰も反応しなくて、あれ？と思ったら20秒後ぐらいに安って来てて、あ、これ多分ずれてるわって思ってた。あ、聞こえんかった。あ、そういうことか。なるほどね。ちょくちょく止まってたんか。もうね、あれにしたんですよ。これインターネットじゃなくて、あ、 Wi-Fi じゃなくてインターネット。時々止まるね。土日とか天気悪い日は止まりがち。
こっちはね、めっちゃこうやって曲がってくれるんですよ。こっち全然曲がってくれないんだよね。なんでか。やってみようかな。ちょっとよろしくお願いします。よよよ。ここはあれなんだけど。難しい。これをこうか。こう。右側は難しいんだよね。左はできるんだけどさ。やってみます。なんか違うな。これをこうか。お、なんかだんだんと。長すぎるのか。なんかいい感じになってきた。うん、なんか良くなったような気がする。頑張れ。ほい。いい感じ。なんかすんって感じだけど、ちょっともう一回。よっしゃ。来た来た来た。
どうどう。完成だ。終わりでござる。一瞬ショートに見えた。え、嘘。見えた。ショート、どうしたら見えるかな。後ろにまとめる。後ろにまとめたら見える。こうってこと。見えない。まとめ。私さ、サイドポニーしてみたい。一回もしたことない、まだ。あ、やばい。届かん。口側が。短くなる。短くなっちゃう。これでライブ。これでライブしようか。ありですか。あとこれしたい。なんだっけ。こういう髪型したいの。してみようかな。そう、なんか何の髪型、今までリンゴヘアはあるのよ。でもここら辺も可愛くない？夏っぽくていいね。後ろ一つ結び、あ、横流し、これか、これ、これ系、これ時々する。耳出し、確かに耳出し好きで、なんか好きな人多い。いろいろあり。あれ、戻ってきちゃった。髪の毛短い。最近切っちゃったからね。一番好きなやつ、片耳かけのストレートの毛先ちょい内巻きが私のデフォルトです。
通に太巻きとか。ちょっとあれかな、ライブにしては、ライブにしてはなのかな。すごい外すぎる。サイドポニーは、サイドポニーは夏のツアーのどっかでしたい。明日するかもしれない。短いけど。じゃあそろそろ終わろう。って言ってくれてありがとう。って言ってくれてありがとう。次が最後の曲になります。今来たばっかり。やすしくん、バリーさん、南波のひさとさん、さとしさん、ゆうじいさん、ふじぽんさん、いくこぴょんぴょんさん、立花はやとさん、F 渋谷さん、まいせんさん、わっきーさん、かっぱ AD さん、広島コーパセリさん、こっぺさん、みつるんさん、オーサムさん、いぬちゃん、じんたさん、ロックオンさん、もっちーちゃん、ミッドナイトシュガーさん、ゼイちゃん、ハンちゃん、セイヤンさん、アオちゃん、ケンタロウちゃん、ネコのおかずさん、ニノマルさん、タクさん、餃子パンさん、ハヤゴロウさん、フェリスさん、タカノリさん、リョウさん、ありがとう、ありがとう、ありがとう、サンキュー、サンキュー、ベリーサンキュー、ベリーベリーサンキューです。ベリーベリーベリーサンキューです。よいしょっと、いたいたい。ああ今、あリアルに今来た方何名かの今来た方、ありがとう。あ、そう、いちご食べます。どうもどうもです。でもだいぶちょっとさっきまで眠すぎたけど、なんかやっぱ夜になったらさなんかあれが違うんだけど、
何サイクル、サイクルが違いすぎて、これ変えたいな。ありがとう、お疲れ様です。もやしラーメン、あ、好きですよ。もやしラーメン、あと3杯食べたことあります。プチ情報としてのさ、結構さ、あれだよね、プチ情報として言ったけどさ、結構ヤバ情報かもしれない。高尾さやかのプチ情報プチヤバ情報、え、すごいでしょ。え、でもあれだよ、小学校の頃なんですよ。小学校高学年の頃が一番食欲やばくて、なんか何食べてもお腹いっぱいならなくて食べてた。そういう時期あるよね、なんか成長期かな。うん、別にそれ体質的にそれはなかったんですけど、はい、そんな時期がありましたよ。今夏バテですけどね。そう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 。今夏バテです。だよ。いちごはそのまま、うん、水水で洗って、あのなんかボールでボールで入れてってして切って食べてますけど。切ってます。あ、切る、あのこっちの切るじゃなくて、あのボールをここかけるこっちの切るですね。すいません、ちょっと確かにこっちの切るだったらおしゃれですけど、あのボールを切るの方の水を切るの方の切るでした。サッカーじゃない、サッカーのボールじゃなくて、あのこうしてこうしてこうしてこうです。むずいむずい、伝え方むずいむずい。てかさ、わかるでしょ。だっててかさ、今ちょっと思ったけどさ、てかさみたいな。悪いわ。わかるでしょ。いちご食べてサッカーして。え？いやいやいや、いやあれよ、包丁で切るはわかりますよ。さすがに。包丁で切る、あ、そだったいいなみたいな。さすがにね、違いましたね。もうもう最近使うあの千代さんの LINE のスタンプ、もうあれも使ってるよく。というわけでね、ありがとうございました。と
というわけでね、いちごは一口で食べるのが一番おいしい。私それ昨日、この前昨日この前思いました。なんかテレビ見ながら食べてて、なんか今日おいしいな、今日おいしいなっていうかもうダメだ今日、違う、なんかいつもよりも美味しいなって思ってたら一口で食べてました。そう、今まではなんか先の方が一番甘いんですよね。先を食べて、でその後残りを食べてたんですよ。だから先だけいつも甘くて、先じゃない方も美味しいんだけどね。でもちょっと先が、そうなんです。でもそう、つい最近ほんと一口で食べるようになって、なんか甘いなって思ったんですよ、先とか関係なく。これは共有したい、よろしく。そう、一口でなかなかいけなかった最初は、最初でもだんだんもう食べるようになった。よし、今日もそんな感じで食べます。じゃあバイバイ、おやすみなさい。ちょっと今日のことは本当にちょっといろいろあれだね。ちょっと今日私あれやわ、今日あれやわ。バイバーイ。